第997回2月22日水曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書ガラテヤの信徒への手紙2章20節。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。私たちはイエスを信じるときに全く新しく変えられます。コリントの信徒への手紙2:5-17。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。私たちはキリストを信じたときに新しく創造されて、神と共に歩む最高の人生に導かれました。何が起こっても神が共におられ、力強く導いてくださるので、安心して生きることができます。さまざまな誘惑がありますが、自分ではなくキリストが私のうちに生きておられると告白して、キリストのために歩みたいと思います。心を合わせて共に祈りましょう。今週の祈り。1、救いの恵みを感謝できますように。2、コロナが完全に収束しますように。3、ウクライナと世界の平和のために。神様、イエス・キリストの十字架によって私たちをあがない、救い出してくださいましたから、今生きているのはもはや私ではありませんということのできるこの恵みを心から感謝いたします。私のうちにキリストが生きておられる、その大きな祝福を心から感謝して、今日も生きることができますように。コロナの収束のために祈ってまいりました。どうぞこの問題が完全に終わりますように、苦しんでいる方々が完全に癒されますようにお願いをいたします。そしてウクライナと世界に平和を与えてください。戦争が一刻も早く終わりますようにお願いをいたします。トルコとシリアで大きな地震が起こり、たくさんの方々が被災しておられます。傷ついた方々、愛する家族を失ったお一人一人を、どうぞあなたの慰めによって力づけてくださいますように、今日必要なものが満たされますようにお願いをいたします。救い主イエス・キリストの御名を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。